そういうローカライズなカスタマイズがすごく重要だと思います。なるほど。で、気分を共有するのが大事だと思います。はい、こんにちは。こんにちは。今日は、ギズモードのゲスト編集長、チルさんにお越しいただきました。こんにちはです。もともとギズモードってその海外のブログじゃないですか。ええ、初めの時には翻訳ブログを始めようみたいな話が最初に来たんですよ。そうですね、最初インフォバーンから、小林編集長と元ワイヤードの編集長の名物編集長がいるんですけど、はい、彼から話がありまして、彼はこう海外のブログメディアを翻訳して日本に届けようと考えていたんですけど、はいはい、そのまま翻訳するだけではあまりこう面白さが、ギズモードがアメリカで受け入れられているような面白さをそのまま表現できないだろうと、はい、やっぱ日本向けに徹底的にローカライズする必要があるよねと考えていて、なるほど。それで僕に話が来たという経緯ですね。はい、実際には今じゃあ翻訳よりも日本の記事の方が多いって感じですか？いや、そんなことないですよ。やっぱり翻訳の方が多いです。ただ、文章は翻訳してないです。全然同じネタで全然違う風に書いてます。ああ、一から書き直して、あ、もう全然文章違うんです。全然違います。ギズモードティームのところに役をやってる人とライターの人と名前が別じゃないですか。はい、それはどっちの人がアレンジしてるんですか？役の人が英語のものをやってるんですけど、これ翻訳じゃなくて役って書いてあるところはミソでして、はい、要するに翻訳はしてないんですね。変訳とか跳躍みたいな言い方をしますけど、なるほどなるほど。つまり英語のもの、米国のギズモードに上がってる記事を日本語にしてるチームがこの役の3人プラス僕、はいはいはい、役者の3人女性なんですけど、まあ、非常にこうガジェットが詳しい、はいはい、あとまあ僕もやっている。で、下のライターというところ方々が、日本のオリジナル記事を、なるほどなるほど、書いています。今これめちゃめちゃページビューあるんです。今月は650万くらいか700万くらいかな、そのくらいです。すごいですよね。ありがとうございます。始めた頃からそういう風になるだろうってイメージはあったんですか？ある程度は行くと思っていたんですけど、ここまで行くとは思いませんでした。どういう記事が人気があるんですか？やっぱり、バカバカしいのが人気ありますね。なんか代表的な記事とかあるんですか？代表的なのは、キーボードチョコとか。これは実際に バレンタインデーだからってことですよね。ちょっともうちょっと下に降りていっていただいていいですか？もうちょっと下、もうちょっと、この辺にね、今週のトップ10があるんですよ。過去7日間とか、はい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 、まあ、こういう感じで人気あります。カブトムシの幼虫にしか見えないチョコとか、あと、これすごいですよ。ゴム輪銃をガトリングガンみたいなものすごい連射する。そうですね、うん、あと機能訳したりしてる中だと、木だけで作ったチェーンとかも全部木で作った自転車とか、なんかそういうちょっとバカバカしいものがやはり人気ありますね。こういうネタが比較的やっぱり向こうの編集部が見つけてきてる。そうですね。もちろん日本の編集、先ほどのカブトムシのチョコは日本のライターの方が見つけてきたものだし、これはもう海外のものを翻訳したものだし、ノリとしては海外のギズモード、日本のギズモードと同じなんですよ。ただ内容が全然違う。なるほど。普通逆ですよね。こう翻訳系のサイトってなんか言ってることは同じなんだけど、なんかその面白みが伝わってないみたいなことがありがちだと聞いたことがありますね。でギズモードはどっちかというとそうではない。そのコツみたいなのを言うとしては何なんですか？一番最初にギズモードのお話をいただいた時に、ギズモードをざっと読んでみて、M4 はやはりこう MTV のノリとかジャッカスのノリとかがあって、はい、割とこうそういうやんちゃな、こう若干攻撃的なそういうカルチャーなんですね。でまずそれが日本、それがすごい面白いというふうに向こうで思われていると。日本で同じように
面白いと思われてる、同じような層に面白いと思われてるノリは多分弱キャラだと思ったんですね。いつも負けてるみたいな、はい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 、弱いみたいな、なんかこうすごい変なガジェットがあったとしても向こうだとあのこんなものを使うぐらいだったらなんか家で寝てた方がマシだねみたいな書き方をするんですけど、こっちだとどうしてこんなものを作ったのかもう3日も考えてますみたいなそういう上キャラの方がだから翻訳そのままじゃダメだったんですね。じゃあ全然でそういうローカライズなカスタマイズがすごく重要だと思う。なるほど。で気分を共有するのが大事だと思います。やっぱそのこだわりがあるからこそ、まあ、650まで基礎ですごい桁ま で解説から何年ですか。1年半ですね。1年半で650まで素晴らしいですね。なるほど。はい、ありがとうございます。あの最後になんか言っておきたいこととかありますか。ギズモードではですね、こういうことをギズモードにやってほしいみたいな、はい、こう面白企画みたいとか、はい、あとこんな面白いガジェットがあったよみたいな垂れ込みをですね、随時募集しております、はい、どうやって連絡するんですか。サイドバーのとこに垂れ込み先がありますんで、ぜひ垂れ込みや企画やご意見お願いしたい。楽しいもの、ですね。あと下の方で広告も随時募集しておりますので、広告がないとギズモード死んでしまうので、はい、ぜひとも、広告皆様よろしくお願いします。媒体資料ダウンロードがあるんで、はい、広告出さない方もこれ読むだけで結構面白いかもしれないんで、はい、そういう人がこれを見てくれるかどうかもあるんですけど、はい、ここですね。はい、はい、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございます。